大河ドラマを見るならきっと役に立つ徳川十六神将とは。皆さんこんにちは。なぜか日本には優秀な人や物を数で呼ぶ傾向があります。天下五剣、天下三名僧、日本三大山城などなど、戦国大名に仕えた優秀な家臣たちにも武田二十四将や黒田二十四騎のように数で呼ばれる者がたくさんいます。徳川家康を支えた家臣たちも同様です。彼らの実績を検証するためでしょうか、後世に徳川十六神将なる呼称が生まれています。そこで今回は家康に仕えた16人の優れた家臣たちを一挙にご紹介してまいります。大河ドラマを見る際、ぜひとも参考にしてくださいね。徳川の屋台骨を支え続けた宿老、酒井忠次。まずは徳川家臣団の筆頭とも言うべき徳川四天王の面々からご紹介していきましょう。一人目は何といっても重臣筆頭として家康を若い頃から支え続けてきた酒井忠次です。遠祖は徳川家の前身松平家と同じだとされます。年齢は家康より15歳上でした。まだ竹千代と名乗っていた家康が駿府で人質生活を送っていた時にはそばで支え、家康が独立を果たすと東三河の旗頭として家臣たちを束ねます。その統率力といい、政治手腕といい、忠次は主君から全幅の信頼を置かれていたようです。姉川、長篠、小牧、長久手といった戦役では常に陣頭で指揮を鼓舞し、徳川家臣団の精神的支柱として活躍。天正10年1582年、武田氏が滅亡すると信濃の計略を任され、混乱する領国をうまくまとめ上げます。天正16年1588年、夜年並みには勝てず隠居して息子の家継ぐに家督を譲りました。通説では忠次は信長の面前で謀反の疑いをかけられた家康の嫡男信康を十分に弁護できなかったことで家康の恨みを買ったとされていますが、どうやらそれは誤りのようです。その後も酒井家は繁栄し、譜代大名として続いていったからです。あの秀吉を怒らせた徳川きっての優勝、榊原康政。家康の故障としてスタートを切った榊原康政は三河一向一揆の戦いでいきなり活躍します。初陣にもかかわらず勇敢な戦いぶりを見せ、これを喜んだ家康から安の一字を与えられました。姉川、長篠と歴戦を重ね、部隊を率いる指揮官として手腕を発揮します。康政の戦歴の中でもとりわけ羽柴秀吉を相手にした小牧の役が有名でしょう。康政はわざと考察を立てて秀吉を挑発します。信長公の恩を受けて出世しながら、その恩を忘れたかのようにこの信孝公を殺し、今また信勝公に兵を向けている。その大逆無道は目視することができないと。これを知った秀吉は怒り狂い、康政の首を取った者に10万石を与えようと触れを出したそうです。しかし後に家康と秀吉が和睦した際、秀吉は直臣として康政を欲しがったといいます。慶長5年1600年の関ヶ原合戦の際、康政は徳川秀忠に従って東山道を進みます。秀忠は上田城の真田正幸、信繁府氏を攻めあぐね、結果的に本戦に間に合わず遅参する失態を演じてしまいます。しかし康政は補佐役として全ての責任を取り、秀忠に一切非はないと主張しました。そのおかげで家康と秀忠の関係は険悪とならなかったといいます。
慶長11年1606年、康政は館林で没しました。東国無双と呼ばれ57戦無傷だった猛将本多忠勝。本多忠勝は父を早くに亡くし、13歳にして家康に仕え、桶狭間の戦いで初陣を迎えています。三河一向一揆や姉川、三方ヶ原、長篠と家康一代の戦いで抜群の戦功を挙げ、東国無双の武将として知られました。天正10年1582年に起こった本能寺の変では、進退に迷う家康を説得して伊賀越えを強行し、無事に三河へ帰還を果たしています。さらに秀吉との対決となった小牧の駅では、主君の窮地を救うべくわずかな兵と共に繰り出し、その悠々とした態度で羽柴軍の追撃を阻んでみせました。徳川にその人ありとして知られた忠勝は、晩年になってもその武勇は衰えませんでした。慶長5年1600年の関ヶ原の戦いでは、主力を息子忠政へ預けて徳川秀忠に従軍させ、自らはわずかな兵を率いて軍艦として家康本隊に加わりました。忠勝は前線へ繰り出して獅子奮迅の働きを見せ、猛将として知られた福島正則はその姿に驚嘆したといいます。慶長15年1610年、忠勝は桑名の地で没しました。外様出身ながら家康の信頼を勝ち取った男、井伊直政。徳川四天王の中で最も遅れて仕えたのが井伊直政です。井伊家は今川家臣として遠江を地盤にしていましたが、武田や徳川の侵攻によって領地を奪われます。しかし直政は放浪の末に家康によって見出され、故障として使えるようになったのです。初陣は武田家との戦いでした。直政は常に先陣で戦い続けます。天正10年1582年、ついに武田家が滅亡を遂げると、武田急進の懐柔に成功。120人の家臣をつけられる立場となりました。武田伝統の赤備えを継承し、その戦いぶりは井伊の赤鬼と恐れられたのです。その後家康が関東へ移封されると、直政は外様出身でありながら12万石を与えられました。この時点で家臣団の中で最高の石高を得たのですが、続く関ヶ原の戦いでも活躍したことで近江18万石の大量を得ます。直政はその2年後に亡くなりますが、滅亡寸前だった井伊家は直政の手腕によって譜代大名切っての存在となりました。信玄信長から称賛された優勝、大久保忠世。大久保忠世は家康の父松平広忠の代から仕えた譜代家臣でした。三河一向一揆では終始一貫して家康を支持し、一族を挙げて一揆鎮圧に功を挙げています。その後旗本先手役となった忠世は、あらゆる戦いで武勇を発揮しました。特に武田軍を相手に手柄を挙げ、あの武田信玄をして、さてさて勝つには勝ったが大久保は恐ろしい敵であるなと称賛せしめたほど。天正3年1575年の長篠の戦いでは、ひときわ武功を挙げる忠世を見た織田信長が、徳川殿は良き家臣を持っておられると感心したと伝わります。この戦いの後、武田から奪い返した二俣城は忠世が預かることになりました。攻めも守りも抜群の能力を持った武将だったのでしょう。天正18年1590年、家康に従って関東へ移った忠世は、小田原4万5千石を与えられ、小田原藩祖となりました。
文禄3年1594年小田原城で63歳の生涯を閉じています。弟を養子にしようとするも断られる大久保忠相。大久保一族は常に徳川主家を支えた譜代家臣でした。先ほどご紹介した忠世の弟にあたるのが忠相です。兄同様あらゆる合戦へ出陣して戦功を挙げ、武田軍を相手にした一言坂の戦いでは本多忠勝とともにしんがりを務めて味方の撤退を援護しました。家康が関東へ移ると忠相は上総五千石を与えられ、関ヶ原の戦いの後には駿河沼津藩2万石を攫でいます。こうして大名の格式を持った忠相でしたが、心配事がありました。後を継ぐ男子がいなかったのです。そこで忠相は弟の忠則を養子に迎えて家の存続を図ろうとしましたが、忠則はこれを断ってしまいます。忠則は彦左衛門の通称でもよく知られていますが、実は当代切っての頑固者、勲功のない自分が大名になる資格はないと突っぱねたのです。大久保家は忠相が亡くなると沼津藩を改易されてしまいました。もともとは徳川の敵だった高木清秀。高木清秀は一風変わったキャリアを持つ家臣でした。もともとは家康の叔父にあたる水野信元の家臣でしたが、尾張の織田信秀に仕えてみたり、再び水野家へ戻ったり、主家をコロコロ変えていたのです。当時水野家は松平家と敵対関係にあり、しばしば家康はじめ松平勢を相手に戦っていました。さて水野信元が武田と内通したとして信長に粛清されると、清秀は今度は織田の重臣佐久間信盛に仕えます。ところがこの信盛も怠慢を理由に追放されてしまいました。行き場をなくした清秀はやがて甲斐で家康に拝謁、その進化に加わったのです。清秀の活躍を見知っていた家康はきっと役に立つと考えたのでしょう。その後徳川家臣となった清秀は小牧の役や小田原攻めで活躍。天正18年1590年には5000石を与えられています。かつては敵対しながらも、その武勇によって見出されたのが清秀という男だったのです。武田の将と一騎打ちの末、壮絶な討ち死にを遂げる鳥居忠宏。兄元忠と共に徳川十六神将の一人となったのが鳥居忠宏です。三河一向一揆では一揆方に身を投じたにもかかわらず、戦後は許されて家臣の列に帰参しました。その負い目もあったのでしょうか、合戦では先陣を務めることも多く、姉川の戦いでは朝倉軍を相手に奮戦ぶりを見せつけたといいます。しかし元亀3年1572年武田信玄の侵攻を受けた三方ヶ原の戦いでは、戦力差の大きさから籠城策を進言しますが、家康は出撃を決断。結果は忠広が心配した通り惨敗となってしまいました。死を覚悟した忠広は主君を逃がすべく敵前に立ちふさがったといいます。そして武田の将土屋正嗣と一騎打ちを演じた末、討ち取られたのでした。一向一揆に加わるも主君には逆らえなかった男、蜂谷定次。蜂谷定次は家康の家臣として若い頃から活躍していました。ところが永禄6年1563年、三河で一向一揆が勃発すると、信心深い定次は家康を見限って一揆勢に加担します。しかし主君を相手に戦うのはさすがに罰が悪いと思ったのか、家康の姿を見ると背を向けて逃げ出したのです。かつての同僚が、汚いぞ取って返せ
と叫びますが、殿が来たから逃げたのだと返答したといいます。やがて一揆が鎮圧されると、家康の恩情もあって定次は帰参を許されました。永禄7年1564年には吉田城攻めに加わりますが、定次にとってこれが最後の合戦となります。本多忠勝と先陣争いをしていたところ、忠勝が一足早く城内へ乗り込みました。定次も負けじと敵陣へ駆け入りましたが、そこで鉄砲玉を食らってしまったのです。なんとか後方へ下がった定次でしたが、これが致命傷となり、若くして亡くなりました。家康と同い年だった後進、平岩親吉は主君家康と同年の生まれで、家康の人質時代は駿府まで同行しました。家康の信任厚く、三河平定戦や一向一揆鎮圧に先行を立てています。親吉は家康の嫡男信康の守役として抜擢されますが、やがて悲しい現実と直面します。天正7年1579年、信康が武田と内通した嫌疑をかけられ、切腹へ追い込まれたのです。親吉は責任を痛感して蟄居しますが、その境遇を救ったのはやはり家康でした。信頼する親吉を復帰させるため、再出仕を促して重臣の座へ引き戻し、関東移風の際には3万石の大名として厚く遇したのです。親吉は晩年には家康の九男義直の家老となって、犬山9万石が与えられました。親吉には子がなかったので、家康の八男千千代を養子子に迎えますが、千千代は慶長5年1600年に夭折。結局大名としての平岩家は親吉一代で終わりました。信長の兄を捕らえた豪傑、米傷恒春。米傷恒春もまた松平家に古くから仕えた譜代の家臣で、家康が幼い頃から活躍しています。とりわけ三河安城城における戦いでは勇を振るい、あの織田信長の兄信広を捕らえるという功績を挙げています。結果的にこれが信広と竹千代の人質交換につながり、竹千代は一時的にせよ岡崎へ帰還することができたのです。その後も常春は各地の合戦に加わったようですが、その後半生は謎に包まれています。おそらく隠居して家督を譲ったと考えられますが、松平家の最も苦しい時期を支えた武将に違いありません。主君の勝利のために奮戦して散る鳥居元忠。家康の人質時代から付き従った家臣の一人が鳥居元忠です。家康の初陣以来常に先手衆として活躍し、大高城への兵糧を入れ、掛川城の攻略、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、さらには長篠の戦いや諏訪原城攻めなど、徳川の主たる合戦にほとんど参加しています。しかし何と言っても元忠といえば、北条軍と戦った黒駒合戦でしょう。5倍の敵を一気に攻め破り、大勝利を挙げてみせました。その後秀吉に拝謁するべく家康に同行した際、秀吉から叙任の打診を受けるものの、元忠は自分は徳川の家臣ですから主家を差し置いて受けることはできませんと、これを丁重に断ったというエピソードが伝わっています。そんな忠誠心厚い元忠ですから、家康の期待に応えるためには死すら厭いません。慶長5年1600年、家康の留守を預かって伏見城にいた元忠は、西軍の降伏勧告にも応じず、ひたすら城を守り抜きます。そして包囲されること2週間余り、自らの死と引き換えに多くの敵に損害を与えました。
こうして家康の天下取りを見事にアシストしてみせたのです。徳川勢切っての弓の名手、内藤正成。内藤正成は家康の父松平広忠に早くから仕え、その弓の腕前は当代随一だったといいます。天文17年1548年の安月坂の戦いでは、得意の弓を駆使して200人以上を死傷させ、松平勢の勝利に貢献しました。また三河一向一揆では家康に従って出陣し、一揆方の大将を射抜くという活躍を見せています。その後武田軍を相手にした戦いでも弓の力は衰えず、敵の将兵は内藤の矢を極端に恐れたと伝わります。豪遊で知られた徳川勢にしては珍しい弓矢で勝負するタイプの武将だったのです。家康の関東移風に伴って武蔵五千石を与えられました。慶長7年1602年、病のため75歳で亡くなっています。伊賀者の棟梁は実は忍者ではなかった、服部正成。服部半蔵という名前の方がよく知られていますね。実は半蔵は正成の別名なのです。忍者の棟梁のように思われがちですが、正成は劣気とした武士でした。父安永が伊賀出身で、後にその縁から伊賀州を同心として配下に有していたのです。正成も伊賀で生まれましたが、育ったのは三河でした。正成も早くから松平家に仕えます。16歳で初陣を迎えて以来、正成はあらゆる戦場で戦功を立てました。その戦いの凄まじさは鬼半蔵と呼ばれたほどで、一番槍の功名も数えきれないほど挙げたといいます。そんな正成が知恵を駆使したのが、本能寺の変の後に待っていた伊賀越えでした。いつ落ち武者狩りに遭うかわからず、明智の兵もそこら中を探索しています。家康一行は危険の少ない伊賀越えルートを選びますが、ここで活躍したのが正成でした。父の縁を頼って伊賀衆と話をつけたり、商人に身をやつして交渉に及んだりしたといいます。一行は危機を脱して無事に三河へ帰り着くことができました。やがて家康が関東へ移ると、正成もまた伊賀衆を引き連れて八千石を領しました。なお伊賀衆との関係は必ずしも良好ではなかったようで、正成の死後も確執は続いたといいます。十六神将唯一だった家康の親族、松平康忠。松平康忠は十八松平に数えられる長沢松平家の出身で、家康とはいとこの関係にあたります。家康の妹八田姫をめとったので、妹婿の立場でもありました。終始一貫して家康サイドに立って行動し、姉川や長篠など主たる戦いで活躍しています。とりわけ長篠合戦の前哨戦である飛びの巣砦での戦いでは奮戦し、武田信玄の弟信真を討ち取るという戦功を挙げました。さらに武田軍の退路を断つことにも成功しています。ところがその後、謀反を疑われた松平信康が自信したことで、老職を務めていた安忠は蟄居します。そんな身の上を救ったのが家康でした。安忠は間もなく召喚されて家康のそば近く仕え、伊賀越えや小牧の駅でも主君と行動を共にしています。嫡男安直が若くして亡くなると、家康の六男忠輝を養子に迎えて長沢松平家を継がせました。忠輝は45万石の大名へ出世を遂げるも、程なくして改易、長沢松平家の嫡流は絶えてしまいました。地味ながら晩年に出世を遂げた槍半蔵、渡辺守綱、
最後にご紹介するのは、若い頃から槍を得意としていた渡辺守綱です。家康が独立を志して今川勢と戦っていた頃、敗北を喫した味方の中にあって新狩を務めました。その働きの見事さから槍半蔵という異名を取ったとか。しかし、もともとの身分が低かったためか、どれだけ一番槍や一番首といった戦功を挙げてもなかなか出世しませんでした。家康が関東へ移った天正18年1590年にやっと3000石を与えられます。5000石を賜ったのはさらにその10年後でした。いくら戦功を積み上げても評価されないことに不満を覚えたこともあるでしょうが、守綱は決して腐りませんでした。やがて慶長13年1608年、守綱は家康の九男義直の家老に抜擢されます。義直は尾張徳川家の祖。守綱には従来のものと合わせて1万4000石が与えられました。これで大名クラスの石高となり、名実ともに出世が現実となったのです。その後、守綱は大阪の陣にも従軍。初陣を迎えた義直に軍人の作法などを伝授したとか。彼はその晩年に至るまで武人だったのです。ここまで16人の徳川後進たち、徳川16神将をご紹介しました。大河ドラマの中で彼らは一体どんな活躍を見せてくれるでしょうか。今から楽しみですね。